イングリッシュウェイウェイ、どうもジャポです。そしてピッちゃんです。さあ今日は世界史、文明の始まり、約ね20万年前に生まれた我々の祖先ホモサピエンスね、どのようにして現代につながっていくのか、その始まりについてね、今日は授業してみたいと思います。やってみましょう。キーワードはですね、温暖化です。約1万1700年前から9000年前、結構幅ありますけどね、に氷河時代が終わります。で、この氷河時代が終わってだんだん温暖化になってくることで、人類はですね、農耕を行えるようになります。動物たちを飼育したりするようになりますね。で、この氷河時代っていうのはだんだん世界が新しくなるということで、更新世っていうふうに呼ばれています。それが完新世、完全に新しくなった世界なので、この時期が更新世から完新世になったと学術的には言っています。つまり氷河時代が終わったよっていうことになります。今まではね、動物を飼ったり魚を釣ったりして、食べ物を獲得していた人類なんですけれども、これからですね、温暖化になってくるので農耕をするようになるんですね。なぜなら食べ物がね、大事だったんですね。なんかあんまり想像ができないんですけどね。紀元前6500年、またここからね、だいぶ経ったらですね、ジャルモ遺跡っていうのがイラクにあります。イラクっていうのはね、この辺です、ね。で、農耕牧畜の痕跡を示す一番古い遺跡となってます。雨水に頼る原始的な農法だったんですが、ここがまあ一番古い農業をやってたよっていう。そして紀元前5500年頃ですね、灌漑という方法を見つけます。灌漑っていうのは用水路を作って大河などから水を引く方法です。これをすることによって雨とかに頼らなくてもね、水を確保することができるから、農業が安定するんですね。ここの灌漑という方法はですね、むちゃくちゃ大変なんですね。この用水路を作らなきゃいけないからめちゃめちゃ大変です。で、その用水路を作るためにはやっぱり人手がたくさんいるんだけど、やっぱり人間はですね、もうめんどくさがりなわけですよ。だから、まあ、なかなか働かない。そこで神様っていうのをね、発明するわけですよ。神様の名前を引き合いに出してみんなを働かせる、その方法をですね、神権政治って言います。神の権威を借りて政治をやるんですよ。まあ神様のことを思ったらね、人間たちはね、動くんですよ。確かにこんな怠けてちゃいけないなとかね。で、その灌漑の農業方法がですね、どんどんエジプトの方とかメソポタミアに広がっていくわけですね。まとめますと、今までは動物を飼ったり魚を飼ったりする方法、これを獲得経済、それがこうですね、農耕牧畜、まあ灌漑とかですね、こういうのを生産経済って言います。獲得経済から生産経済に移りました。なんでだった？キーワードは？そう。なわけなんですね。ここからですね、エジプトとかメソポタミアもね、大きな川があるから、その地域で文明が栄え出すんですね。どうなっていくか。どんどんね、みんなの生活に近づいていくので、面白くなっていくと思います。ということで、ハブグデイ。See you! バイバイ。